まりました、スマブラ派生。はい、 MC を務めさせていただきますジャパニーズゴケです。よろしくお願いします。さあ今回もまたレギュラー回でございます。はい、ということでじゃあまあ自己紹介お願いします。はい、どうぞ。はい、エトリックス所属のストリートファイター部門のヒカルです。よろしくお願いします。はい、ヒカル君よろしくお願いいたします。もう変わっちゃってんだね。変わりました。変わっちゃってんだね。早いね、はい、でも信じる人いるだろうね。それでえそうなのっつって俺信じました今。だよね、うん、そういうことも本当です。気をつけてください。本当じゃないですよまだね。はい、ということでこの方もいらっしゃいます。どうぞ。ホムラ練習してますレインです。よろしくお願いします。はい、レインちゃんよろしくお願いいたします。そしてはい、ピオネネコです。よろしくお願いします。はい、ネネちゃんよろしくお願いいたします。誰、え誰ですか。あ、どれ、この方、うん、そうなんです。俺もよくわかんないんだよ。いや、そうなんです。えっとですね、前にジャパニーズ小池とはっていう動画撮ったじゃないですか。撮った。まあそれも裏で話してて、え、あなた何の人なんですかって俺言われたのがきっかけで、じゃあその動画撮ろうよってなったじゃないですか。うん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 、で、あの動画撮ってる時にキングオブコントで僕そのね、芸人としても一生懸命やってましたよみたいな話の時に、あ、そうなんです、私も出たことあって本当狭きもんですよねみたいな話してて、編集者の方がはで、コメント欄もはってなった何それみたいな、そこ掘り下げろよみたいに言われて、まあ、確かにと思ったし、結構似た境遇じゃない。後からスマブラっていうコミュニティに入ってきて、うん、で将軍さんやらね、他の例えば米さんとかに強くなって、明らかに強いって言われるぐらいまでもう今なってきてるわけじゃないですか。誰なん、そもそもなんでここにいるのって話で、ここは南々様何かしら頑張ってきたもののみが立てる舞台だと僕は思ってるんですけど、俺は頑張ってる負けたことがねえ。yes、でなんかスマブラハウスでまあいて、はい、こうスマブラ強いってなってるんですけど、ちょっとそこ聞きたい、ピオネネコとはをちょっと聞きたいなと思ってるんで、はい、ちょ聞かせてもらっていいですか。はい、超ざっくりなんですけど。わかりました。じゃそもそも、うん、そうだよね、うんうん、そもそも、もう出生から、いや、そう、生まれはどちら。生まれは東京都ですね、23区ない、はい。なるほどね。出たな、今。23区です。え、マジあ、そうなんだ、レイさんなんだ。でも大阪だもんね。まあ大阪府、大阪市。大阪市。あ、じゃあもうみんなシティボーイよ、シティボーイ、シティガールよ。俺だけだ、埼玉の片田舎で生まれたのは。あ、そう。東京都で生まれて、ゲームをしてたの、そもそもっていうところ。そもそもはお父さんがめちゃめちゃゲーマーだったんで、うん、まあ私長女なんですけど、はい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 、もうちっちゃい頃から家にはたくさんゲーム機があったし、うん、あ、なるほどね。お父さんがやってるのを邪魔したりとか、そうだね、手伝ったりとか、いろいろ。手伝ったりっていうあれでは、ね、手伝ってましたよ。じゃあまあちっちゃい頃からゲームしてて、そっからずっとゲーム？小学生まではめっちゃゲームやってましたね。うん、あ、はいはいはい、何のゲームですか？友達と。ちなみにDS とかでマリカーとか、ああ、ね、動物の森とか。時代を感じるね。小学生の時に DS があったのか。でそのまま中学生になって、中学受験をして、え、お受験した、お受験、お受験をしました。お嬢ですか。お嬢、はい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 、はい、で私その頃、うん、私の記憶ではないんですけど、はい、女子校しか受験してなかったらしくて。あ、そうなんだ。5、6校女子校全部受けて、そんなの全部、ね、で女子校に入ったら入ったで、はい、周りの子が全然ゲームをやってなかったんですね。まあ、確かにそうか。女の子なんで、うんうんうん、メイクの練習したりとか、確かになんかその女の子らしいことばっかりしてて、うん、私そっち無縁だったんですけど、はい、でもなんか周りがそうなら自分も合わせなきゃみたいな。まあね、そうだね、うん、になっちゃって、そういうの多いね。まあ、部活を頑張ることにして、はい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 、全然。何だったの？ああ、バスケ部。そうですけど、小学校からバスケはやってたんですけど。はいはいはい、もうバスケ。そうそう、運動神経いいもんな、ねねな。何やらしてもうまいっしょ、スポーツ。まあ、人並みには。でも卓球めっちゃうまいもん。あ、卓球はめっちゃ好き。卓球勝ったけどな。え、卓球勝ったけど、いや、違うよ、私が勝ったよ。いや、勝ったよ俺以外がイチャつくな、ねねとまあ、女子校入ってゲームやんなくなっちゃったの。しなくなりましたね、まったく。うん、何してたの、部活と他には。お笑い見に行くのと勉強の3つですね。そうだ、お笑い見に行くってさ、はい、吉本の無限大ホールとか
に行ってたってことなんだよね。そうですね、中学1年生の頃にもう週45ちょっと待って、今気づいた、お金持ちですわこの子。あっ、じゃあじゃあお小遣い制と、あとなんかテストの順位でお母さんからお金もらえるみたいな。週そんないけんな、お金持ちですわ。まあそう、でもその頃お笑いって一回見るの500円だね、とかの時代だったんですよ。いや500円でも中学生だよ。でもまあそれは確かにいい社会勉強にもなるよね、行ってね、うんうん、でも女の子が一人で行くのは一人では行かないですよさすがに。あ、そう、お友達と、そう、学校のお友達とか、うん、あとそのお笑いの会場で友達を作って、同じ推しの芸人さん、え、推しの芸人さんは誰だったの。推しの芸人さんはハンニャさん、フルポンさん、しずるさんがすごい流行ってた時だったので、はい、ピラメキーノとかピカルの定理か、あのスリーシアターとかフレットシアターとか、はい、うんうん、その時代なんで、まあ、その辺の方々が出てるライブに見に行って、で他の芸人さんとかも出てるじゃないですか、もちろん、でまたそこで推しを見つけてとか、どん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 、あ、この人面白いじゃん、テレビ出てないけどこの人も面白いじゃんみたいな。確かに。のですごいいろんなライブ行ってましたね。お笑い見に行ってて、はい、でキングオブコント出るのはいつなの。あ、それ中学2年生。マジ出るの意味わかんなくないですか。で見てたんでしょだって、うん、中学1年生の頃は、うん、なんか私めっちゃ陰キャだったんですよどういうこと？なんかその女子校にあんまり馴染めないくて、うん、あ、そっか、例えばゲームとかしてたりっていうのもあって、うん、そう、女の子女の子したところにあんま馴染めなかったし、人見知りもあって、うん、あんまり友達ができなくて、うん、どう、これからね、あと5年もある女子高生活、そうだね、うん、どうしていこうかって思った時に、うん、中学2年生の時に、うん、まあ、クラス替えがあって、はい、そこでめっちゃ面白い子と友達になったんですよ。はい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 、で私もお笑い好きだし、うん、その子もお笑いを好きだし、分かってくれるし、うん、なんかすごいボケてくれて、うん、めっちゃ楽しいみたいな、うん、でなんかそこでキャラチェンをしたんですよ私、はい、学校内での、はい、いやあるんや、そういうのシフトチェンジね、うん、ああ、もうクラスも変わったし、はい、知ってる子もあんまいないから、うん、もう今だと思って、ああめっちゃ陽キャになったんですよ、はいはい、そんなんあんねやほんまに、うん、あるよね、でその時にできたその一番仲良かった友達と、うん、ちょっとなんか一回出てみないみたいな。じゃどんなネタやった。あ、そのキングオブコントなんでコントなんですけど、運動会のネタをやったってことは覚えてるんですけど、はい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 、お客さんがマジでいなくて、そう、1回戦その頃ってそうか、今1回戦でもすごいよお客さんめっちゃ。あ、そうなんですか。なんか審査員の方々が後ろに 3,4 人ぐらい座って、はいはい、なんかこうメモりながらこう見てるみたいな、ね、うん、でお客さん1人しかなかったんですよその日で、そのお客さんがこれカットしてお客さんが一人だったわけね。そう、一人だったんですよ、うん、でそのもう最前ど真ん中に座られて結構圧あったんですけど、うんうん、私その時のボケ1個しか覚えてなくて、そのネタの中で一番の、うん、一番ウケると思ってたと思うボケなんですけど、まあその運動会でリレーをやると、うん、相方が走ってきてバトンをね、うん、受け渡してもらいます、うん、そのもらったバトンを見て、うん、ちくわやないかい、クソつまんねえじゃん。めちゃくちゃおもんねえじゃん。何、そのツッコミやった。私ボケでしたね。ボケやったちくわやないかい。ちくわやないかいで天下取れると思ったはい、そのくらい学校なら大受け。そうだよね、うん、いや、わかるよ。あ、みんな出れるんや。あ、みんな、あ、そうそう、2000円払えば。そうで、そっからは中学、でそっからはもうキングオブコントに出ることはなく、はい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 、私たちは学校の中で頑張ろうということで。あ、でも俺は出れへんねや。そうね、まずはこう大きい山は登れなかったけど、うん、ちっちゃい山から一個ずつ走っていこうと。はい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 。で、なんかその文化祭で、うん、その、まあ、何かを発表したい人、個人的に、うん、まあ、例えば楽器の演奏とか、はいはい、演劇とか発表したい人は、うん、そのオーディションがあって、はい、それを受かった人が文化祭の1日目2日目で発表できるみたいな、うんうん、でそれで毎年毎年、はい、オーディションを受けて毎年やりましたね。そっから俺ねー、うん、すごいじゃん。すごいわ。ほんで、はい、高校卒業したら大学受験をして、その大学ね、大学に入り、はい、
まあそこでもゲームは全然やってないですね。いつスマブラと出会ったんですか？スマブラは大学院の時ですね。しかも大学も頑張るったとこに入ってますよね。なんかその俺も聞いたことあるようなね。言っていいんですか？言っていいですか？どこでしたっけ？お茶の水女子大。すごくないですか？お茶の水女子大って。めちゃイケでもじられてたやつっすよ、だってそうなんですか？そうよ、そうよ、ぐらいやっぱポピュラーな、うん、そうっすよ。でもちろん卒業してるもんね。はい。でその前にスマブラと出会うわけだ。そう、院生の時に、はいはい、まあ、授業もあるし、うん、授業が終わったら、うん、何かしら研究をしなきゃいけないんで、はい、私はがんの研究をしてたんですね。はい、がん細胞の研究ですか？そう、はい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 。でがんが治る薬を開発したいと思って、はいはい、うん、そのがんの細胞を培養したりするんですね。はい、まず、はい、でその増やしたがん細胞に効くように薬をいろいろ添加したりして、うん、でその実験って結構空き時間があるんですよ。はいはい。培養してる間とか、まあ、ただただ温めて待ってるだけ、うんうん、の待ってる時間がなんかもったいないなと思って、はい、スマブラその時流行っ友達とみたいなね流行ってたし、うん、その頃バイトしてた時に、うん、そのバイト先の友達が持ってたんで家行ってやってたりとかしたら、なんか買ってみるかみたいな気になって、うん、で買ってみて、でその頃も就活が始まってって。そうだよね、21とかの時ってことでしょ。でなんか就活しつつスマブラやっててスマブラの方がおもろいみたいなって。就活よりスマブラがおもろい。おもろいよ。それはそうですよね。ゲームもうその発想に至りついて結構こっち側っすよね。そうだね、最初は違うんだ。いやまあなんか昔ゲームやってたし、確かにね、なんかもう久しぶりにやってね、勝ち負けがあるのって楽しいから、うん、燃えててその頃、うん、でその時一緒にやってた友達が、うんうん、なんか大会行ってみないみたいな誘ってくれて、初めて行ったのが登竜門。へえ、それね、出る時は間違ってるんだよ。いや、そう行ったらなんかその動画で見たことあるザクレイさんがいる。あ、はい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 、感じで、でそのいろんな人とフリーしてもらったんですけど、うん、全然勝てない。いや、そりゃそうですよ。え、何これみたいな。怖い。うん。VIP は行ってたんだ。あ、VIP 行ってましたね。すごいね。え、どうやってあなたここに入り込んだの？吉本？ずるして吉本っていうか。スマブラハウス。確かにスマブラハウスの方が先？先。先か。なんそう、確かに。いや、なんか、うん、その大会行ってみようよって言ってくれた友達。はい。がもう本当にいろんな大会に行ってて、登竜門とかスマーパーとか、うんうん、まあ、その梅ブラとかその時あったし、うん、はいはい、で、まあ、登竜門で結構心折れかけたんですけど、だよな、うん、でもなんかもうちょっとカジュアルな大会あるみたいな、はいはいはい、でスマパにカジュアルじゃねえんだよな。スマパに連れてってくれたんです、はいはい、で、まあ、出たんですけど、うん、まあ、ボコボコにされて、はいはいはい、でもなんかいろんな、その登竜門よりいろんな層の方がいらっしゃって、はいはいはい、で何回か勝てることもあって、うん、で、ね、その頃よく遊んでた友達がウルフ使いだったんですけど、うん、なんかあウルフ使いの人いるって思って、はい、ウルフなら勝てるやろって思って声かけたのがレインさん。弱そう、弱そうなプレイヤーだった。で私その頃そのレインさんがそうめっちゃ強い人っていうの分かんなかったんで、うんうん、そうなんか分からず声かけたら弱そうだなと思って。こいつなんか、こいつならいけるひょろっとしてるし眼鏡かけてるしウルフやり慣れてっからいけんだろってかけたらって、そう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 、後で友達にめっちゃ言われました、うん、よく声かけたねって知らん方がいけるよね。確かにそうだな。で、まあ当たり前だけどレインさんにギッタギタにされるわけ。あんなら1ストックも取れないでしょ、その頃なんて絶対無理。もうメテオしか決めれなかったです、うん、頑張ってメテオみたいな。そっか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 、うん、で、レインさんとそこで初めて接点が生まれるわけだ。あ、そうですね、うん、ね、でなんかそう、その時に、まあ、対戦しながら、どのぐらいやってるんですかみたいな。そう、いろいろお話をね、まあ、実力も触る。全然やってなかったんですよ、その時時期、はい、で、はい、こんな強いのみたいな。ああやってない割には、うん、あと1ヶ月ぐらいだっけ。そう、1ヶ月ぐらい、1ヶ月ぐらいでディップ入ってて、でなんか普通に戦ってえみたいな感じだったんですよ、うん、で、うん、え、もろって治ってちょっと面白い子見つけたみたいな、うん、そうで言われてて、うんうん、で、2、3ヶ月してから俺たちのところにピオネネさんという方
がいて、まあ、スマブラハウス、うん、で、うん、ほら俺たちさこう花がないじゃない見事にねおじさん、ね、そうなのよもうおじさんだから、うん、いやそのバラエティ的にも、うんうん、いいんじゃないですかみたいなで俺と当時は将軍さんもいて、ね、俺と将軍さんとレインさんで3人で、ね、話して一応なんか小池さんが初級者で姉さんが中級者、はい、でじゃあ2人ともなんだまあね小池さんは中級者あの姉さんは上級者になるために頑張るチャンネル者がもらえるんじゃないのみたいなもんやりつつ、うんうんいいんじゃないみたいな提案をしてで初めて来てくれたんですよ、うん、あの撮影の時で俺はどうしてたんだっけなんか芸人さんそうだねそうだからそうだ、ねうん、なんかめっちゃ気さくに喋ってくれるかと思いきや結構怖かったですよね、うん、小池さんってだと思う俺は、うん、えツンケンしてたんですか俺はねレインちゃんをそそのかしてきて入ってきてんじゃねえかなみたいなのもあるわけですよ、うん、皆さんやっぱ最初はそうですよ、うん、ゲーム業界この業界長いんで MMO とか僕はすごくやってた時期もあるしねなんか裏あるんじゃねえのかなみたいなで来て、まあ、ある程度話したよね、はい、話したけどまあでもなんかチャラそうって思いました、うん、あ正解ですまあでも純粋にあれだよね、はい、本当になんかあの成長率がすげえ高かったから、うん、でなんか女性プレイヤー最強目指すのもろいなとも思って、うん、そう、それで声かけたのはあってでも実際かなりいい線いってるよねうん、うん、なんかすごいですよね、うん、だって今だったら本当に女性、まあ、少最低悪く見てもトップ5は入ってるから、うん、いくら悪く見てもね、うん、そうトップ3とかも全然そう見えるぐらい、うんうん、やっぱセンスはあったのかなって気がしますけどそうっすね皆さんいかがですかピオネネコとはこういう方らしいんですよ、うん、僕ももちろん知らない話あったし、まあ、ある程度は聞いてたけどね、うんうんうん、なんかヒカル君とかって聞いてみたいことあったりするねねちゃん、まあ、学生時代、まあ、いつからでもいいんですけどまあ目標じゃない今後のああなるほどね、まあ、そうだね一旦ねそれは、まあ、もう前はいいわもうなんかやった失敗前を知りたいんだってみんなはでももうでもいっぱい喋ったよ今の全てまであれだね、まあ、確かになんでロボかは喋ったあ確かにねロボット、まあ、いろんなキャラ触ってってみはしましたけど最初、はいはい、なんか復帰が上 B が反転しちゃったりとか、うん、逆に今できる反転上 B さすがにそうだそうだからなんか人間型のキャラをあんまり使えなくて最初キンクルとロボットで迷って上 B 押したらもうよかったねだから いなかったよキンクルセンスは20までしょロボット選べるのって、ねうん、キンクル選んだ時点で俺は声かけてなかったね2回ぐらい対戦してもうあもう1回 ありがとうございました悪いやつちょっとレインさんを、うんうん、そうでなんかいろんな人にどっちがいいと思いますかって聞いたらみんなロボットって言うから、はい、よかったな、うん、そこでキンクルっていうのは小池さんしかいないですそんな強いからな、あのキャラ強いんだよ幼少時代ゲームはしてたけれども中学入ってからお笑いが好きになり、うん、でその道でこういろいろ挑戦したけれども大学生の時にまた再びゲームスマブラと出会ってで仲いい人つながりで大会とかも行ってみたけど全然ダメでこの人でなら勝てると思って声をかけた人がレインさんまあ言わそうなんでしゃあないっす、うん、そうかなでそこからあなるほど1ヶ月しかやってないのにっていうところでそうそうそう今やもう吉本ゲーミングしかりスマブラハウスの高一点として活躍されてるってことです、うんまあ、最初そのセンスあったから声かけたっていうか、うん、まず熱量がすごかったですね多分 2,3 ヶ月の、うんうん、どこの大会もいたもんうんそうねめっちゃ見たかも確かに別になんか俺が行ってない大会にも多分いたんじゃないかなぐらい、うん、俺行ったら毎回いたんでそれこそ登竜門もちょいちょいいたやろ、うん、あの学校がめっちゃ近かったのもあってなるほどなるほど歩いて行ける距離やったんですよはいはいそうだから熱量すごいなっていうのはありましたね、うんうん、なんか今でもねそうですし素晴らしい、うん、ちょっとじゃあねねちゃん情報スマブラをスマブラハウスを見てくれてる、ね、人は知らないであろう吉本ゲーミングのねねちゃんのお話していいですか、うん、あのちょっと最後にみんな褒めてるんだけどなんかこう言ったらさ例えば俺とかがさ言ったらさ芸人さんってこうだよとか言ったらさもうちゃんとそれをするのね遅刻をするということ以外はうん、あそう遅刻はなくたいと思ってそう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 、それは俺一回も注意したことないからそういいんだけどそこは悪い例えばそのあ、まあ、礼儀とか挨拶とかさ例えばね細かいところで言ったらとかあるじゃんあとその仕事欲しいですって言ってるけどそれは来るわけないじゃん俺らみたいなね頑張ってる途中の人にはさなかなかそんなたくさん仕事って来ないじゃない、うん、でその時に俺がいやもう現場に自分の足で行ってしたら仕事もらえっから
行けっつって言ってたの。でしたらゲームショーの時に、東京ゲームショーあったじゃん、うんうん、あのまあもちろん、ね、吉本ゲーミングの関係者として4日間あったのか、うん、自腹で全部来て、最終日の一番最後、俺たち吉本ゲーミングが あの、うん、ブースをでちょっとこうなんかやるみたいなのがあったんですよ。あれっすよ、あのちゃんとこうスポンサードされてるところのブース出るってなって、うん、俺がね、その会社 あの入れ違いで俺バッティングしちゃってたの、ダブルブッキングしちゃってたの、他の大切な仕事と時間が丸かぶりしちゃってて、最終日、うん、でうわここ出れない、ジャパニーズ合計出れないってなったの。そしたらたまたまねねさんが、小池さん今日も来ましたっつって来たわお前ユニフォーム持ってるっつったら、あ、ありますみたいな、出ろっつってで仕事一個もらってんのよ。すごいね。いやすごい、その行動力、スマブラにもね、さっきその大会たくさん行ってたっていうところもそうだけど、 その仕事をもらうとか、そういう行動力っていうのは本当みんな褒めてます。吉本芸人とか、吉本ゲーミングの人とかがみんな褒めてるんで、すごいね。いやすごいです、本当に尊敬します。そういうところは真似しないとなとは思うんですけれども、残る課題は復帰阻止と。そうね、クマさん、まあでもちょ、はい、ちょっとマシなってないね。あ、そうでしょ、なんかね言ってるよ、頑張って、まあ、空気は出てたねいやでもあの本当に、ね、見てる皆さん、あのねねちゃんのことを応援してあげてください。本当に一生懸命にスマブラもやってるし、その吉本ゲーミングとして、うん、どうしよう、私は次どうしていこうみたいなのもしっかり考えて、それでちゃんとねお仕事勝ち取ってるんで、締めてください。目標聞きたいっす。あ、目標、うん、目標変わってないよ、ずっと2年ぐらい目標を更新できるように頑張ります。そうね、そうね、うん、いいじゃない、いいじゃない、ありがとうございます、頑張ってください、はい、本当に頑張ります、応援してますみんなね。はい、じゃあもう締めてください。はい、お仕事無限に待ってます。よし何かある方は、うん、吉本ゲーミングまで、そうよろしくお願いします。頼みますよ、何でもします。よし、あの露出以外、そうです、お願いします、頼みますではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。横ピース。